ザクルーにはフランスの UBI ソフトから発売されているオープンワールドレースゲームであるザクルーの続編にあたる。今作の大きな特徴として自動車のみ運転可能だった前作と比べて飛行機とボートも操縦できるようになったことにより自由度が大きく向上した。前作とは異なり警察は登場していなかったが2020年11月の モーターフリックスアップデートにてプレイアブルミッションとして復活した。今作ではルフからポルシェへ変更されたり、日本ブランドから三菱自動車やホンダ技研工業などが追加されるなど登場車種に大きな変更があった。今作では大まかな分類として4つのスタイルがあり、その下に4種ずつジャンルが派生して、計16種類のカテゴリーが存在している。 それぞれのスタイルでチャンピオンを撃破すると、アルティメットマシンを入手できる。ザクルーニのオープンベータは2018年の6月21日から実行していた。主人公には特に呼び名がないが、強いて言えば、無名のレーサーであることが作中で明言される。無名から、グランドチャンピオンへ。数々の困難を乗り越え、有名ストリーマーへとなり上がるサクセスストーリーである。ため、 前作の面影はほとんどない。4つのカテゴリーにはそれぞれサポーターとチャンピオンが属しており、彼らとのコミュニケーションやバトルを通じてコンセプトの達成や主人公の成長が描かれる。ライブエクストリームで活躍し有名になっていくとプレイヤーランクが上昇したり、LE の特別なイベントに参加できるようになる。ありがとうございます。